お世話になります、キトリでございます。最強のミュウツーレードめちゃくちゃ強いということで話題になってますね。ほぼソロは不可能ということでめちゃくちゃ苦戦してる人多いかと思います。まあそんな方のために今回はミュウのおすすめのね方をねご紹介していきたいなと思います。で今回ご紹介するミュウはね、一応ノラとかのミュウ4人で戦う前提で、結構ねみんなねミュウで戦いたいっていう人が多いので、4人ミュウで戦ってかつなんかそんな打ち合わせもできないメンバー、まあ今回ね結構打ち合わせしようと思ってもその親しい人とかってとね、なかなかねアドリブが重要だったりもするので、そういうのも難しいと思うので、今回は特にね汎用性重視で、まあいつでもどこでもね連れていけるミュウというか、ノラで急遽入っても立ち回れるミュウを、ご紹介したいなと思います。でそのミュウとはテラスタイプ虫のミュウですね。もうテラスタイプだけはもうなんかほぼ世間的には虫一択みたいな感じになってますね。で持ち物は達人の帯で、持たせると効果抜群の時技の威力が少し上がるってやつですが、まあこれはね他の虫タイプの威力が上がる系のやつでもいいですし、まあ隠密マントとかね持たせてその冷凍ビーム対策みたいのしてる人もいますが、まあそれサポート役としてね使う感じで、まあ今回ねサポート役ご紹介しないのはなんか汎用性的には低いからですね。もし例えばサポート役の人が2人とかいたらそれだけでちょっときついんで、火力的にもねそんなに今回ご紹介する方であろうとそんなめちゃめちゃ強いってわけじゃないので、なるべくね火力は最低限取りたいので、そういう意味でねサポート役ってちゃんと打ち合わせした仲間とやるみたいな感じじゃないとワンチャンね事故る可能性あるんで、今回は火力アップアイテムがいいんじゃないかなと思います。で技が虫の抵抗、剣の舞、吸血、命の雫っていう感じで、虫の抵抗で特攻を下げて剣の舞やって、吸血していくっていうのが基本プランですね。でそれで味方危なかったら命の雫で、ちょいちょい回復してあげるって感じで、でこれも技採用ね他にも全然候補あるんですけど、なんでこれかっていうと、まず虫の抵抗は結構ねノラでもね持ってる人います。もう結構ねこの考えが主流になってきてるみたいで、なのでまず虫の抵抗最初にみんなで一気にやるみたいな風潮ができてきてると思うので、で最初に一気に畳みかけた方がいいので虫の抵抗はね、入れといた方がいいんじゃないかなと思います。で剣の舞吸血は何でかっていうと、やっぱりねこれを持ってない限り火力取れる技ってほぼないので、でアタッカーがね2人だけとかになるとちょっとね厳しい面があるんですよね。まあいけなくはないと思いますけど、ちょっとギリギリになっちゃったりめっちゃ時間かかっちゃったりしそうなので、まあ剣の舞吸血あたりもね、まあその汎用性という意味ではほぼほぼあった方がいいんじゃないかなと思います。であとね命の雫の枠が結構フリーで、まあ命の雫代わりにね応援もできますし、そんな言ってねみんな虫のテラスタイプのミュウで来てくれたら命の雫必要ないこともあるので、他にも光の壁とかの候補もあります。ただ光の壁をなんでこう一番優先して入れてないかっていうと、光の壁の場合は被ったらねもうその枠腐っちゃうので、すごい汎用性という意味で命の雫を一応入れてます。まあでも結構回復量少ないんで本当に応援の方が使うまであるんですけどね、正直ね。で他にも候補として花粉団子とかもね結構回復量多いのでいいんですが、それも、まあ、1人対象なんで、まあ、自分も回復できないし結構使い勝手が難しいなと思って、まあ一応命の雫にしてます。で他にもなんか回電波とかも採用してる人いましたけど、まあ、回電波はね相手結構ねデバフ消しとかもしてくるんで、まあ、後半回電波あれば、まあ、最初はね壁張ってくるんで効かないんですが、後半ね効いてくるっていうことで採用してるっぽいんですけど、まあそれもね、まあ序盤で使えないから、まあそんなわざわざ枠割いてまで入れるものではないなって個人的には思ってます。であと一つ採用されがちなのがエレケフィールドで、まあこれはミュウツーはね後半で眠るからのカゴの実使ってくるんですけど、まあそれを防ぐという意味でエレケフィールドやる人もいるみたいですね。ただそれ味方と被っちゃったりするのもありますし、まあ眠る使うとこまでいけるんだったら多分ほぼほぼ勝てるんで、エレキフィールドもそこの1点でしか使えないのでね、まあ結構ね眠るのでの回復量でかいんで、まあ恩恵はでかいっちゃでかいんですけど、まあその汎用性という意味で別に採用しなくてもいいんじゃないかなと個人的には思っております。で性格については攻撃が上がって特攻下がる性格がね、まあこれもいいんじゃないかなと思います。
まあ中にはね、防御面固める系の人もいますが、やっぱりね、先ほども言った通り、ちょっと火力面が、一人でもね、アタッカーが少なくなっちゃうと、ちょっと遅くなっちゃったり、ギリギリになっちゃったりしそうなので、個人的にはね、この型でいいんじゃないかなと思います。十分ね、みんな虫の抵抗とか結局持ってて、立ち回ってくれるから、ほぼほぼもね、ちゃんとギリギリで回復とかしない限りは、耐えられると思うんで、基本これでいいんじゃないかなと私的には思ってますけどね。で、努力値については HP と攻撃にガンブリですね。で、攻撃は言うまでもなく、まあ普通に火力アップのためと、で、HP になんで振ってるかって言ったら、まずミュウにやってくるのって基本的にはサイコブレイクなんですよ。だから防御に振りゃいいじゃねえかって思うかもしれませんが、防御に振ると冷凍ビームやってくるんですよね。だから HP に振るのが一番最適だっていうことで、HP に振るって感じですね。特防に振ったところで別にサイコブレイクしかほぼやってこないので、まあレイトビームとかやってくることもありますけど、稀にね。ただ HP に振ってれば、ほぼほぼサイコブレイクだけで防げるので、防御に振ってね、レイトビーム受けるっていう手もありますけど、まあ凍ったら嫌だし。まあ中にはね、サポート役として、防御に振ってね、それであえてレイトビームを受けて、それで隠密マントとか持たせて、まあその効果凍るのを防ぐみたいなパターンもあるみたいですけど、まあそれはね、まあいいっちゃいいけど、やっぱ汎用性的には欠けるので、HP に振っていくのが無難なんじゃないかなと思います。まあ特性はシンクロですね。それは他にないからね。ということで、型としてはこんな感じですね。なんかご意見とかある方いたら、ぜひね、コメント欄で教えてください。で、立ち回りとしてはね、一応実例をもとに解説していくと、まあまずは虫の抵抗をやっていくって感じですかね。光の壁とか覚えてる人、いたらまあ光の壁で、まあそれでまあ大体虫の抵抗やればまあ大体効かなくなるので、最初は虫の抵抗一択なんじゃないかなと思います。もちろんね、味方にもよるんであれなんですけど、まあ基本的には虫の抵抗ですね。でその後は味方の動きを見つつね、虫の抵抗打ったり、相手結構瞑想とかもしてくるので、ちょい多めに虫の抵抗打ってもいいと思います。味方がどう立ち回るかによって、まあ命の雫をやったりして回復してあげたり、吸血するまではね、ちょっとねダメージ的にきつかったりするのでやってあげたりして、まあ、もしね味方がサポートに回ってるっぽい感じを感じたら、自分が剣の舞いするっていう感じですね。私の場合はまあここは命の雫してるっていう感じですね。まあこれは臨機応変に対応ということで、そういうねアタッカー型でもね、今回ご紹介した汎用性の高いのやつはサポートにも回れなくはないので、味方に応じてこういう感じで結構食らっちゃうことはあるんですよ。サイコブレイクが急所に当たったりするとか、まあそういうことがあったら、まあ命の雫はもちろん癒しのエールとかでも回復することで、味方も回復できますし、自分も回復できるんでね、そういう立ち回りがいいんじゃないかなと思います。で剣の舞いした人はもちろんね、至急テラスタルして、で虫の抵抗とかでもね、もうテラスタルの、しやすくなってると思いますので、ガンガン吸血していくという感じですね。で味方がもう吸血したりし始めて、体力的にも大丈夫そうだなと思ったら、まあ虫の抵抗とかも入ってるんで、自分自身もねそんなダメージ食らわないんで、そしたら自分も、まあ、剣の舞積み始めるという感じで、まあ相手のね、バフ消しデバフ消し気にしつつ立ち回るのがいいですね。まあちょっとねそこでね自分が出遅れて相手がバフ消しデバフ消し結構しちゃってきても、まあもう一回やり直せば、まあ時間的には結構猶予的にはあるので、まあ大丈夫ですね。であと自分が食らいすぎるようだったら虫の抵抗とかもやっていくっていう感じですかね。ちょいちょい。でこうやって悪い効果打ち消した場合もみんなで一気に虫の抵抗やっていった方がいいですね。こういう時は防御目に立ち回って、まあ、私はここで癒しのエールしてますが、まあそんな感じで、まず防御面優先でね立ち回るといいんじゃないかなと思います。で自分もテラスタルできるようになったらテラスタルして、で壁張った後に眠ると、カゴの実使ってきますが、まあここも別にそんなに、まあ、強いけどそこまで意識しなくて大丈夫だと思います。まあ普通に同じことをやっていけばいいだけなんで、チューチュー吸っていけばいいだけなんで、吸血でね。で相手が瞑想積んできたり、相手がねデバフ消しとかしてきたら、まあ虫の抵抗を入れつつっていう感じですかね。味方の様子も見つつねやる感じなんで、ノラだと特にね、まあ多分打ち合わせしてもそこまで綿密にはできないんで、何ターン目に何が来るからどうしようみたいな
結構長い戦いになるんで、そこまではできないと思うんで、必然的に味方の動き見ながら、まあ、とにかくやられないこと優先で立ち回るのがいいと思います。それであとは本当に吸血していくだけなんで、難しいことはないですね。という感じで、まあ私的にはね、この方がいいんじゃないかなと思い、ご紹介させていただきました。ぜひ参考にしてみてください。キュンとキュンとキュンと